はい、ということでタッツーさんのプレゼンよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ僕の好きなものを発表させていただきます。まあ、他の人音楽とか多いかなと思ったんで、ソミさんの空手シリーズっていう、長野県に勤務する、まあ、主人公の夏目漱石の本が好きな主人公の医者が、まあ、地域医療に従事する中でのヒューマンドラマを描く作品って感じですね。今こんだけシリーズが出てるので、まあ、皆さんぜひ見てほしいですけど、まあ、そういう感じです。え？終わりでか？ヒューマン何かありますか？したー！切らせてもらって。はい、ということで再開お願いします。はい、まあ、神様のカルテシリーズですね。僕の好きなものは、まあ、いろんな患者さんとかで向き合いながら闇落ちしないでいくものだと思います。まあ、主人公が、まあ、栗原一斗さんっていう、これは一と止まる合わせたら正しくなるっていう、なんかそういうのであるらしいです。おお、なるほど。本って言っても好きなセリフ集だろうなっていうことで、医者っていう仕事は、まあ、無知であることがすなわち悪であると。私はそういうところに従っているんだ。医者っていうのは、その知識がなかったら感情を殺したりとか、人生をめちゃくちゃにすることがあるわけですよ。なんで、そのまあ、この動画見てる人の中にも、ね、医学部とか進む人いるかもしれないですけど、まあ、ちゃんとね、勉強してほしいなっていうか。もう一つ好きなセリフが、主人公が大学病院に勤務してる時に、その先生が言ったセリフで、崩壊しそうな鬼の友情を守りに行ったな。現状が見えてる人もあんま変わらんし、どっちかっていうとその現状なんとかするシステムの方が重要だなと僕は思ってて、他にもまあいいセリフあるんですけど、まあね、実際に皆さん呼んでくれたらなと思います。ご清聴ありがとうございました。僕が紹介してくれしたかったもう一つのやつで、裏ルート歩いた。紹介したこれ紹介したかったやつなんで、最近ね、なんか世の中でね、よくわからない、なんか新しい思想、まあ正義みたいな感じで振りかざしてる人いますけどね。はい、ということで、ね、次、音お願いします。すごい、僕好きなんですよ、神さんのこと。どうぞどうぞ。大阪の僕の家にあるぐらい好きなんです。もちろんね、さっきのね、先輩医師の言葉、たぬき先生と狐先生いますけれども、その栗原一斗が住んでいる音楽荘ですね、そこにはもちろんうちのパーソンが2人おります。その2人の名前と、片方が第1巻に出ていくすごい重大な第2章のシーンがございます。そこで、音楽である。あとプレゼンちゃう。なんかいい感じ、簡潔に言いますと、栗原一斗が住んでいるところ、そこに重要パーソンが2人います。その名前と片方が一巻で出ていきます。で、もう片方はそれに対して別れる言葉を送ります。なんて言いましたか？そしてそのシーン、特徴的な描写があります。その描写は何ですか？名前は、男爵と学士の、まあ、もうそれはあって、内心はあ、なんちょっと思い出せん。なるほどね。もしかしたら俺はそれを名シーンと思ってないかもしれない。あー、そういうこと言っちゃう。はい、ということでね、皆さん回答お願いします。いっせーので、はい、まるまるまる、バツまるまる、バツまるまる。最後、言葉思い出したって言ったらね、これはね、島崎総の山の雨はない、明ける夜はない、学士殿、あなたの部屋は、ま、いつまでも残すと。そう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 、山の雨はないがあるんですよ。いやいやいや、俺の判断はパープルのやつはガチで好きなの。好きなことの後に絶対好きなこと入れたいかなと思って。あ、まるちゃんも、まるちゃんも簡単に全くそれと同じ。はい、ということでタッツさん、あんたのプレゼンは本当ですか嘘ですか、発表お願いします。はい、僕のプレゼンは本当です。いやー、さすがにな。いやー、ちょっと思った、なんか思った。でもよかったね、最初からそこでちょっとタッツさ、めっちゃ話して詳しいけど、タッツ好きではないっていう、そのあれが本当に裏ルートで騙された、マジで。作戦だった可能性あるから。そうやね、ちゃうねちゃうね。はい、ということでね、君の発表お願いします。はい、じゃあ僕のプレゼン始めさせていただきます。今回はですね、はい、パワーポイントオブ〇〇〇、ここに何か入ってます、ね、はい、じゃあもう早速テーマを発表しちゃいます。今回のテーマこちらです。ドン、柿ということで、今回はですね、僕の大好きなこの柿について話していきたいなと思います。渋っ。じゃあ、まあ、まずは、まあ、軽くね、柿についての情報をこちらにまとめてみました、はい、それを出します。まあね、こんないっぱい書いてあるんですけど、正直僕がこのプレゼンで言いたいことに関係することは一つもほぼないですね。どうして柿が好きなのか、そこを話していきたいと思います。それはですね、もうただ一つです。理由はこちら、美味しいからです。ただそれだけです。で、柿のここが美味しい2020みたいな感じで、まあ一つ目こちら、じゃじゃん、なんとも言えない奥ゆかしい上品な柿。柿は甘いんですよ。でもケーキとかのなんかガツンとした甘さじゃなくて、知っとんねん。いや、こっち知っとんね。食べたことあります？あります、あるある。で、二つ目こちら、柔らかすぎて形には絶妙な食感。
で、柿の食感って結構独特で、知ってる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 、食べたことありますか？あるある、あ、意外と、意外とあるんや、意外とある。柿の食感って、まあ、梨みたいな感じです。祝祝ぬる、そう、祝ぬるみたいな感じで、ここまで話したのはですね、生の柿の話なんですよ。一番好きなのはこちらです。干し柿、干し柿こそ祝福。余計分かんなかった。僕が一番好きなのは柿の中でも干し柿なんですよ。干し柿っていうのは渋柿を 3,40 日干したものです。で、最後で、これはね、僕だけだと思うんですけど、こちらです。まあ、懐かしい思い出の味と。僕の実家ではですね、まあ、庭で干してたんですよ、柿を。もしこれでね、美味しそうだと思ったら、まあ、ぜひね、買って食べてみてくださいということで、ご視聴ありがとうございました。渋いなぁ、食べてみて、収穫だから。はい、ということで、じゃあ質疑応答お願いしまーす。お前何してんの？柿の前じゃあ、はいはいはい、好きなフルーツベスト3教えてください。ベスト 3? 関係ある、関係ある、関係ある、梨、柿、あと1個岡山名産の桃とか。あ、桃はね、あんま食べれないですね、高い。まあ、無難にみかんですかね。あ、でも剥くのがめんどいんで、剥いたやつが欲しいです。なるほど、そんな感じです。あー、なるほど。質問いいですか？はい。どこさんの牡蠣が好きですか？どこさん、富裕牡蠣って聞いたことあります？あ、ご存知じゃない。いや、なんか大分でしたっけ、なんかどっかのブランドの牡蠣で富裕牡蠣っていう、これが好きですね。わかんねえよ。わからん。はい、ということで発表お願いします。一斉ので、はい、はい、バツ丸、バツ丸、丸丸、バツバツバツ。おー、なるほど、バレだ。いやー、まあこれ正直分かっちゃいました。懐かしい思い出の味っていうのはやっぱ嘘つくやつとしては入れときたい。あ、そう、それ嘘つくやつとしては調べた以外の情報もね、なんかっぽいのが、今回は嘘でーす。最後にって言って岡山やったっけ、スサムやったらワンちゃんこの実家が柿大好きで出してくれたみたいなこともありそうやん。逆に嫌いになったパターンもそうそうそう。岡山やったら、そうか、岡山バカにしましたね。はい、ということで、ヤマニティさん、あなたのプレゼンは本当ですか、嘘ですか、お願いします。僕のプレゼンは嘘です。イエーイ、分かってたよ。食べたことないっすね。なんか恥ずかしい。すごい、懐かしい。食べたことないですね。おう、はい、グルントプレゼンよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、どうぞ。今回ご紹介するのはガムです。本当、受験期の頃からガムが大好きで、今も勉強中もガムをめちゃくちゃ噛むんですけれども、よーよーしよーし。で、ガムっていうのは噛むっていうチューエンとゴムっていう感じで、実質噛むゴムってそのままって感じです。はい、はい、で、ガムってどれくらいの歴史があるんだろうっていう考えた時に、ガムって割とあの古い歴史を持ってます。アステカ文明やマヤ文明といったその古代の人たちが、まあ、よく食べていました。で、日本にはそこからもう2000年近く、もう9000年近く、もう2000年も以上も後になって、やっと日本には伝わってきて、これ大正時代のガムの広告です。それなんですけども、あ、先生待ってくる。はい、どうぞどうぞ、全然言ってください。まだまだ言ってない。ガムを食べるといいことばかりということで、もう虫歯予防にもつながりますし、それに、まあ私を見たら分かるようにダイエットの効果もあります。おー、何度言ってきたね。おい、最近は何といっても味に加えて機能重視ということでご紹介したいと思います。で、これは昔は何といって もうミントとかブドウとかそういうフルーツフレーバーみたいなもので、あの差別化を図っていたわけですけれども、最近ではカフェインを加えたりとか、こういう記憶力向上、実際のところなんですけども、ガム離れが、それなんでかっていうと、やっぱりガム噛んで仕事してたりするとやっぱ真面目じゃないというか、そういう風な評判もありますけれども、この機能を見ていただいて、ぜひ皆さんもコンビニで一箱を手に取っていただいて、ガムを噛んでいただければなと思います。で、以上参考文献で、これで話を終わりたいと思います。以上です。なるほど。質問、はい、質問どうぞ。ストレスや疲労感に効くと言っていたのガム、何味ですか？これはあんまり食べてないですけど、こっちはもうハーブの味で、
こっちがミントの味でした。いや、あれ食ってなかったわ。いや、じゃあもうちょっとそれ、あの素晴らしさをちょっと知っていただきたい。え、じゃああれですよね、痩せるって効果も誇張しましたよね。いや、実際にそれはもう研究がありまして。判定ない、判定ない、世界出るわ、ビチ。エビデンスはなんか、エビデンスは、まあ、あの JST の、 あのサイトを見ていただいて論文検索していただければ。あ、なるほどね。はい、皆さん発表お願いします。一斉ので、はいはい、はい、丸丸バツバツ丸丸丸丸丸。おお、丸が多いね。一体でも同期としてどうしてバツ選んだか。あ、確かにね。なんでダイエット効果が出てない。いやいや、おいおいおい、言わしてるやろ。言わしてるやろ。今が悪かったな。いや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 、オフィスで編集してる時ガム噛んでるの見たことないなと。おー、なるほどね。確かに。あー、実は噛んでるんですよ、僕。それの理由ありますよ。顎が発達してるもん。噛んでるよ。じゃあ噛んの絶対噛んでる。歯食いしばって。ほら、おお、噛んでるよ。いや、これはまるでしょ、噛んでるやつの顎してるから。パーリーとチョコレート工場の中、ガム噛んだ子がウルトみたいな体しとった。あ、バイオネットです。あ、そうブルーベリーやつ。さすがメイク。はい、ということで、デント、あなたのプレゼンは本当ですか、嘘ですか、発表お願いします。私のプレゼンは嘘です。ナチュラル顎だったか。え、ガムはもうじゃあ嫌いなの。嫌いではないです。そんな噛むわけでもない。そんな噛むとか確かに見たことない。あれで。はい、ということで、まるちゃんの発表お願いします。はい、私はもう怪しいよ。いや、怪しいよ、怪しいよ、怪しいよ、怪しい。騙すんじゃなくて、私はこのプレゼンを使って各地の方をほんまにみんな広めたいよ。各地って嫌いなものの代名詞でめっちゃ使われるじゃないですか。まず知らない人のために調べたらこんな感じで出てきて、パクチー好きになったのは実は結構最近で、エキスポシティで私は初めてタイ料理を食べまして、トムヤムクンとか、うん、あー、カオマンガイ。あ、そうです、カオマンガイです。私はこのカオマンガイにもうびっくりしすぎて、嫌いな人が多すぎるのが問題で、私医学系なのでちょっとパクチーの効果も反射すな。調べたら出てくるから今流行りのコロナ対策にもなる免疫力がアップするっていう。じゃあ むしゃむしゃなるからいいや。食べることも。確かにマジか。この赤分サークルの皆さん編集で食生活とかも悪くなるんで、ほんまそう、パクチーを加えるだけで野菜の代わりになったりとか。カレー食べるとき他にパクチーを加えるだけで、うん、もう俺もパクチーの口になってきたもんね。インスタとかでおしゃれなおしゃれな料理動画とか料理画像とか出したいときの、なんだこれ、パクチーの口。俺これはちょっともう分かったわ、さすがに。これは分かった。質問いいですか。パクチー嫌いのやつにこれだったらいけるだろうっていうパクチー料理を知って。パクチー嫌いなの。多分香草系僕苦手なんで。あ、なるほど。嫌いなんです。初心者には多分カレーが一番いい。カレーなんや。なるほど、添える、なるほど。なんか香りが左手は添えるだけってやつね。じゃあ他にその香草系で好きなサラダ、野菜は何ですか。パセリもいける。あ、パセリもいけます。セロリは。セロリは微妙です。あ、そうなの。大葉は嫌いではないけど。三つ葉は。おい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 。はい、ということで発表お願いします。いっせーので、はい、丸バツ丸丸丸丸丸バツバツ。おぉ、エキルさん何なんですか。いや、俺もね、いや途中まで俺もう丸やと思ってた。でも、丸ちゃんがエキスポシティ行く姿がどうしても想像できなくて。丸ちゃんでもエキスポシティのこと弱って呼んでますよ。あー、じゃあ丸かもしれない。じゃあ丸よ。じゃあ丸よね。じゃあこれがもしバツだったらもうバツちゃんにしましょう。じゃあそうしようぜ。2人の中だけでしてる。はい、ということで、丸ちゃん、あなたのプレゼンは本当ですか、どっちですか。嘘です。パセリは嫌い。パセリだわ。パクチー大嫌い。あ、そうなのか。あ、だから嫉妬や。え、じゃあもうエキスポで、あの、食ったらゲロマスと思った。あ、そうです。ほら、じゃあ私エキスポ。エキスポは好き。エキスポは好き。あー、よかったよかったよかった。エキスポは庭。え、庭ベランダぐらい。いや、これは嘘。これは
ゃあピラマナさんのプレゼン滑りキャラお願いします。私がですね紹介したい好きなものはスキーでございます。高校の頃は毎年欠かさずスキーに行ってたぐらい好きなんですよ。バカにしてない。バカにはしてない。バカにはしてない。早速なんですけどスキーとはということで、まあ今回はですね、私が思うスキーの魅力を2つ紹介したいと思いまして、まず1つ目ですね、爽快感って挙げさせてもらったんですけど、まあカーブでなんかこうカーブするんですよ。え、もうちょい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 、こうやってカーブするんですよ。あれ、スキーやったのかもしれない、スキーやったのかもしれない、ちょっと怪し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 い、で、まあカーブこうやってするんですけど、こうやってするんですけど、その時に、まあ、雪がシャッて飛ぶんですよね。その時に、まあ、得られる快感というか、それが、まあ、ストレス発散に繋がって、はい、次魅力にですね、景色でございます。この2つは私ちょっと行ったことないんですけど、おーすごい。で、まあ、最後なんですけど、じゃあスノボじゃダメなんかっていうことなんですけど、まあ、なんかスキーっていうのは、まあ、両足使えるので、まあ、安心感がありまして、実際なんかストックっていう日本の棒があるんですけど、それによっても怪我がなくなったりとか、結構ほんまに初心者向きらしい簡単に始められて楽しいです。なるほどね。ぜひ皆さんやってみたらどうですかってことで。なるほど。はい、行ったことあるスキー場の名前を。どこの私一個しか行ったことなくて、お父さんその…あー、勝負とかね。なるほど。今年も行きたいですか。今年は、でもコロナの影響で行けないんですね。行けたら行きたいですか。行けたら行きたい。すごいね。なるほど。はい、ということで皆さんの回答お願いします。一斉のーで、はい、はい、バツ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 丸バツ丸バツ。はい。なるほど。なるほど。丸少な。いやでもなんか僕はスキーもスノボもやったことあって、スノボで結構怖かったんですよ最初。でもスキーは初見で行けたんで。好きの簡単では多分合ってると思うんですよ。そう、こんなの好きって言われたらちょっとたまらんわ。これ俺やったことないようなやつが作りそうなスライド。そうだな、ほんとに。いや、違う違う、やったことあるくせにやったことないようなやつし、それやられたらもうあいつが悪いやん。俺だって今日動画撮る前からずっとなんかめっちゃ怖そうやったもん。いや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 、で騙した二人なんです。いや違う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 。はい、ということでピラモラさん、よろしくお願いします。本当ですか嘘ですか、どっちですか。私のプレゼンは嘘です。さすがに嘘か。やったことありますよ、スキー。あ、やったことないですか。やったことないです。だろうな、だろうな。上手い人やったらそもそもストップ使わんから。なるほど、やられた。はいはい、我々の法則成り立ってもうた。はい、ということで結果発表。まずはね、まあ、一番優秀だった日村サークル、みんなのことを一番よく分かってるのは2つしか間違いなかったキルさんです。すごい、それはすごいね。それはすごいね。僕を騙してきたからね。わがちゃん嫌いやわ。じゃあ次も最下位ね。はい、最下位ですね。まあ基本的にね、まあ、むちゃくちゃみんな間違えてたんですけども、今回一番間違えてしまったのは6人も間違えたルンドレ。お前ずるい。ハシケンさん5間違い、ユウさん5間違い、タツさん4間違い、ルンと6間違い、マルちゃん4間違い、キムさん2間違い、ワが4間違い、サレル5間違い、オッティ4間違い、ピロマラさん5間違い。結構接戦やん、そのた。ルンとお前、危ない感じ出せや。今までに、お前。一番の順当か、お前。やばいやばいと、どっか挽回しないと。言えよ、お前、それ。黙ってた。はい、ということで、今回はね、皆さんの好きなもの、嫌いなものは知れたというよりもね、おのおのプレゼン能力がね。結局そこ行くやん。そうですね。ことに近かったと思います、はいはい、ということで今回の動画はこれまでです。もし動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローもろもろよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。